ガチャですかこれ、ガチャなの、目押ししろってこと。回せるわ、ひっくり返るの。ひっくり返るし、マジか。こういうところに。あ、いたいた、押す。あ、来た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 、行け行け。これ相当高いよ、これ。これほら、はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、38日目の今朝ですね。はい、なんだっけ、グレースちゃんのお家に行って肉取ってきました。ほら、ダダダダダダダン、肉を取ってきました。で、肉を取ってきたんで、また DNA を作って、なんだっけ、アップグレードトークンを作ってね、なんかいろいろやろうかなと思ったんですけど、なんとね、皆さん衝撃の事実が判明しました。これ見てください。ほら、乳牛できてる。乳牛できてるのよ。置いただけなのにさ、何もしてないのよね。ただ置いただけ、設置しただけなんですけど、乳牛できました、ほら。ちっちゃいけど、めちゃめちゃちっちゃいけどね。めちゃめちゃちっちゃいけど、乳牛が生まれたわ。自動的に自動生成された。はい。そして、これ気になる、もっと気になるのがこれよ。これ何これ、これなんだっけ、ランダムアニマルだっけ、高度なアニマルクローンチャンバー。これ何これ。ガチャですかこれ、ガチャなの、目押ししろってことね。え、自分の好きなところで目押ししてくださいみたいな感じなんですかね。これ一応なんか調べるって出るんだけどね、これね。うん。でね、こうペットチャンバーもそうなの。ペットもほら、同じじゃないこれ。違うか、一緒じゃないか。待って、ペンギンいない、なんか。ペンギンがいるじゃん。ペンギン欲しいね。え、こっちもいる、ペンギン。あ、なんかパターンは同じっぽいね。これもこれもね。これもこのパターンは同じっぽいですね。そして、おっさんもできました。はい。おっさんもできました、一応ね。うん。で、ほら、鶏もさ、できてんのよね。卵を産む鶏じゃ、あ、卵どうなったんだろう。あ、こっちもできてるわ。鶏浮かき。ああ、鶏帰ったわ。あ、ちょっと違うか。一緒か。あ、一緒だね。な、急に動物天国になりました。はい。ちょっと乳牛の使い方がよくわかんないんだけど、これ開けてみましょうか。乳牛だから搾乳できるんでしょ？できないのかな？ちょっと開けてみますか。じゃん。めっちゃ可愛いやん。めっちゃ可愛い感じになってるけどね、これね。愛らしいね。あ、潰れちゃった。あ、そうなんだ。なくなるんだ、開けたら。マジか。まあいいか。まあいいや。じゃあこれも消えんのかな？これも消えるかな？鶏ちゃんば。卵を産む。卵どこで産むんだろうね。ねえ、それが気になるよね。あ、ひよこじゃん。ひよこ、そういうアイコンだってこと？そういうアイコンなんだ、これ。ひよこから出てきたというよりも、なんか卵を征服、独り占めしてるひよこみたいな感じになってるけどね。はぁ、ヒットポイント1000だってなかなかだね。俺ヒットポイント250なんだけど、お前ヒヨコなのに、鶏なのにヒットポイント1000もあんの？やるね。こいつはちなみに、乳牛は？乳牛も1000だ。へぇ、あー、やっぱ潰れるんだ。潰れちゃうのね、やっぱね。これは？これも？これ普通の鶏かな？あ、これ普通の鶏っぽい。このマークは。ペットチキンだから、これ置くと、チキンが生まれるんだよね、なんかね。チキン生まれるんだよね。あ、これはなんか、まだいけるみたい。これまだいけるっぽいぞ。優先、あ、そうかそうか。これは卵入れれば何回でもできるんだ。なるほどね。はい。おっちゃんも一応あげとくか。おっちゃんこれ置いてみないとわかんないんだよね。あー。ガードトレーダー、バンディット、フォクシー、あ、フォクシー。フォクシーちゃんだ。わかんないね。これじゃわかんないね。また生まれんの？嘘、またいけんのこれ。何回でも生まれんのお前。すごいね。え、じゃあこれも何回でも生まれんのかな？これガチャやってみましょうか、ガチャ。ガチャってみましょうか。目押しできんのかな？ペンギンがいいな。はあ。そういうわけ。あ、な、腐肉じゃん。失敗してんじゃん。マジ？
失敗もするんだ。マジかよ。がっかりだわ。あ、そしてまた生まれるんだ、これ。永久に生み出し続けるんだ。なんだ、失敗することもあるんですね、やっぱね。これもちょっと開けてみましょうか。ペンギンがいいけどね。目押し関係ない。あ、また踏んにくじゃダメじゃん、これ。なんで、早すぎたの。またあの一言俺に言わせる。ねえ。腐ってやがる、早すぎたんだって言わなきゃいけないのかな、これ。ねえ。あ、なるほどね。とりあえず乳牛とかどうやって使うんだろうね。乳牛置いてみましょうか。設置してみますか。設置できんのかな、これ。これこういう感じ。ああ、もろ、そのまんまだ、乳牛。回せんの。回せるわ。回せるわ。ひっくり返るな。ひっくり返るし、マジか。こういうところに。忍者か、お前は。ああ、なるほどね。面白いけどね、こうね。いろんな形に設置でき、いろんな方向に設置できんのもね。うん。こうしときましょうか。動くのかな、こいつ。あ、歩きはしないのか。乳牛どうやって使うの、これ。え？動くの？動きはしないのか。ずっとこっから動かないんだね。あ、こっからとりあえず動かないみたいね。なるほどね。なんか搾乳するやつあるんだっけ？なんかあったような気がするね。なかったっけ？なんかそんなのがあったような気がするな。なんだろう。ミルクとかで言ったら出てくる？あ、出てこないか。違うな。乳で出る。乳。乳製品ステーション、乳牛クラ、出ないね。あ、なんか、どうやってやるんだろうね。使い方わかんないね。乳製品、これか。これだ、乳製品のやつ。これ。あ、チーズとか作るやつね。どうすんだろうね、この人ね。どうやればいいんですか。ぶち殺したらダメだよね。使い方がわからんわ。どうすればいいんだろうね。相変わらず使い方わからんね。乳牛って打ったところで、チャンバーが出るだけだもんね。ああ、なんかわかんないね。わからんわ。牛乳？さ、牛乳だったら乳で出るもんね。わかんねえわ。ほっとくか。ほっとくんかいって言われそうだけどね。うん、はい。ということで、おじさん、あ、ひよこちょっと、卵を産む鶏も置いてみる？ちょっと。試しに。こいつはうろうろしそうだね、なんかね。あ、そういう感じ？あ、本当の鶏だ。こいつの隣に。こいつはなんかでも、動くんじゃないのかな？あ、動かないんだ。いい押して拾えるんだ。こいつは拾えないのに、お前は拾えるの？へー。へーだね。ペットも出してみましょうか。ペット。これはね、なんか何が生まれるか。それなの。それなの。いや、それとは限らないんだよね、これね。それとは限らないんだよ、これ。こんな感じだけど。置いてみますか。湧いてこい。え、鶏じゃん。鶏やん？鶏だったわ。鶏いたけどね、そこら辺にね。死んじゃったかな？フェラルフォードで死んだかな？こいつも動かないの？動かなくなったの？なんか。ペットチキン。あれ？ペット動かなくなったのかな？ねえ。動かなくなったの？あ、動く。あ、身投げした。急に行っちゃいましたね、なんかね。急に行っちゃいました。あ、そうそう、思い出した。そういえばさ、一個実験したいことがあってさ、一個実験してみたいことがあるんですよ。あの、皆さん、あの、高いところからゾンビの上に落ちたことありますか？ない？私、よくね、こういう高いところからフェラルフォードとかをね、
高いところからゾンビを見下ろしながらフェラルフォードとかよくするんですけど、っていうかほとんどそんな感じなんですけど、上に登りたがるんでね。でね、あの、なんていうのかな、記憶ちょっとあんまり曖昧なんだけど、記憶はいまいち定かではないんですが、めちゃめちゃ高いところからさ、落ちたことあるんですよ、ゾンビの上に。で、どう考えてもこの高さからだと、あの、骨折はしないまでも足くじいたりするんだろうなっていう高さから落ちて、うわ落ちた死んだかもみたいな時にゾンビの上にポトッと落ちて無傷だったような記憶がするあるんですよ、なんかね、なんかそんな気がするんですよ。だからね、ゾンビとかさ、まあ、トレーダーガードもワンチャンいけるかもしれないけど、そいつらの上にさ落ちたらさ無傷なんじゃない、めちゃめちゃ高いとこから落ちてもっていう気がね、ずっとしてたの。なんか全然気のせいかもしれないけどね全くもって気のせいかもしれないんだけど、なんかね、ずっとそんな気がしてて、いつか試してみようとね思ってたんですよ。それをまさに今試しましょうか、これね。今試す時でしょ、これ今でしょトレーダーガードを置いてその上に落っこしてみるかね。まさに試すなら今でしょ、これね。この辺に置いてみよう。これ向きがね、ちょっとね、合ってんのかな、ちょっと斜め向きにこの辺にこう置きたいね。この辺から打っていただければ。まあこいつ勝手に向き変えるけどね。ちょ待って、穴開いたけど大丈夫、落ちるんじゃないこれ。あ、お前なの、あ、大丈夫だった、 お前なの。あ、じゃあ俺が落ちた、俺が落ちたわ。え、なんかあんまり顔がさ、どんな顔してんの。スナイパーライフ、こうすごいスナイパーライフ撮ったんですよ。そういえばこれ、これ見て、ほら M82 バレット、スナイパーライフルじゃないんだけども、もう遠距離ダメージ243だよ、これやばくないこれやばいよ、対物ライフルだよ。なんか、あ、そうそう、弾がね 50BMG っていう弾を使います対物狙撃銃だよ、これすごくないすごいよこの銃は、マジでこの銃やばいっすよ。8スコ標準装備だった。これ、8スコ標準装備。何お前ロボットみたいだな。女の人なのかな、女じゃないのか、男なのかな、性別不明だな、ちょっと。よし、こいつの上に乗ってみようか。こいつの上に落ちてみますか。高いところから。一回試しにね。一回ちょっとやってみましょうか。どうなんだろうね。いけんのかな、ちょっと待って。ここがこの人の上ね。ここ上ね。どれぐらい、どれぐらいの高さまで行けばいいかな。この辺でどうですかここまで上がったらさ、ノーダメじゃ済まんでしょ。ワンチャン死ぬかもしんないけど。ワンチャン死ぬかもしんないけど、ちょっとやってみようか。こんだけ高さあったら、あ、ほら、やっぱノーダメじゃないねえ。やっぱノーダメじゃないこれ。こいつの上に落ちたら。あ、違う。ダメージ食らってるわ。食らってるわ。食らってるわ。ノーダメじゃなかった。うって言わなかったけど。あ、若干30、20ぐらいか。20ぐらいダメージ食らいましたね。え、でもあの高さで20なの？それやばくない？あの高さでダメージ20とかは、まあまあ、だいぶ、強くはなってるけどね、私も。パラメーターカウントしてるんで、振り切ってるんでね。強いっちゃ強いけどさ、もっと上まで行ってみる？あの人に、下敷きになった人にダメージは入らないのかな？ねえ、下、潰された人にダメージは入らないのかな？ねえ、その辺もちょっと気になるっちゃ気になるけどね。相当高いよ、これ。普通に落ちたら死ぬんじゃない？もうちょっと上まで行ってみますか、これ。これ、まあ、明らかにうってなるぐらいの、いや、これは高いでしょこれ相当高いよ、これ。これほら、あ、やばいやばいやばい。あ、でも全然、あ、でも結構減った、50ぐらい減った、50ぐらい減ったけども、けども全然大したことないよ。あんな上から落ちたんだよ。何、うるさいなうるさいよ。対物ライフルで撃つぞ、お前。対物ライフルで。
どこにいんの どこにいらっしゃるんですか？あの声の方向とね、実際いる場所違ったりするからね、このモッドはね、なんかあのビビらせるためかなんかわからんけど、これ取ったら全部落ちてくるでしょ。やばい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 これあーって言った、なんかあーって言ったような気がするね。あ、ちょっとダメージ食らってるわこいつあ、グワって言ってる。あ、死にやがった。マジか。マジか。ブロックの下敷きになって死んだわ、あいつ。なんでかわいそうなやつなんだ。まあ、死ぬとは思わなかった。ごめん。申し訳ない。死ぬとは思わなかった。マジで。許してくれ。まあまあ、ほっといたらまた2号が生まれてくると思うけど。あんなで死ぬんだ。あんなで死ぬのね。まあ、HP 低いからね、なんかね、200ぐらいしかないからね、あの人ね。そうか、なんかちょっと一つ疑問に思ってたことが一個解消されましたね、これでね。とりあえず、人の上に落ちてもノーダメではないと。ノーダメではないらしいです。一応ダメージ食らうみたいですね。はい。ということで、乳牛の使い方がいまいちわからないんだけど、乳牛の使い方だけちょっと確認したいところですね。乳牛ね。卵を産む鶏は多分ほっといたら卵を産むんじゃないのかなという気もするんだけど、そういうわけじゃないのかな。あ、もう一個試してみたいことがあった、そういえば。なんかほら、このさ、このバイク使い道ないよみたいなことを言ってましたけど、これね、これガソリン抜けないのかな？ああ、ああ、取ったけどあったわ。ガソリン抜けないのかだけちょっと確認したいんだよね。あ、抜けないんだ。これでガソリンがなんか抜けるかなと思ったんだけどね。そういうわけじゃないんだ。あ、抜けないみたい。残念、抜けないみたいだわ。抜けないみたい。燃料補給でしょ。回収はできないんだよね、これね。回収したいね。ガソリン回収できるんだったら増えても全然、あの、大歓迎なんだけどね。ガソリンも増えるから、一緒に。一緒にガソリンも増えるからね。そうか。やはり使い道ないみたいだね。やっぱ使い道ないみたいだな。あの、増える奴らは。はい。ということで、あ、もうできてんの？早くない？なんか。え、もうできてる？めっちゃ早いじゃん。嘘でしょ？こいつできてないわ。こいつまだだ。これさっきここさ、腐肉だったからちょっと再チャレンジしてみるかい？してみるかい？せーの、じゃん。やっぱ腐肉じゃん。だまあ、ガチャだからね、これね。ガチャだからね、これもうすぐで。この人は？この人も腐肉になる可能性があるってことだよね。ね。恋二代目。あ、腐肉だった。あ、でもまた行くんだ。また行くのね、それね。ここもそのうちできるんじゃないの？これ。ステージ2。ねえ。そして乳牛と、餌を欲しがってる。マジ、餌いるの？お前は餌いらないの？鶏餌いるんだ。マジ。鶏餌いるの？餌。餌、そうじゃない、そうね。餌って、どうだろうね。漢字かな。あ、ほんとだ。猫の餌、鶏の餌、ワンちゃんの餌。そんなの持ってないよ、小麦とか。マジ？トウモロコシはあるけどね。トウモロコシは、これ、あの、グレースちゃんの家を漁ってきたんで、スーパーコーン持ってるけどね。スーパーコーン。あ、かぼちゃだ。あれの種ってなんだよ。あれの種って何？あれの種ってなんだろうね。なんだろう、あれって。ホワイトオーク、ほうれん草、ブロッコリー、ひまわり、バナナ。シードパックは何？何でもクラフトできるのかな？ナッツ、スパイス、あ、ないね。あれってなんだろうね。あれが気になってしょう。あれってあれか。この葉っぱ。あれね。カナビス的なやつね。
カナビス的なやつね。あれ、あれね。なるほどね。稲ないのね。これでなんかクラフトできるのかな。めっちゃ溜まってんだけど、これ。稲クラフトできたりしないの。あ、なんでもできんの、これ。え、わかんねえわ。ないわ。農業しない人なんで、あんまりよくわかってないんだけど。あんまりわかってないんだけど。飢え死にするのかな？餌を欲しがってる。我慢しとけ。我慢しとけ、餌ぐらい。うん、はい。ということで、まあ、謎は解けましたね。なんとなくね。なんとなく謎解けました。はい。じゃん。あ、できた、できた。何これ。え？ガード、ちょっと待って。ガードヘルウルフってあの、モンスターじゃないの、これ。これ、化け物でしょ、これ。あの、これ、相当な化け物ですよ、これ。いいんすか、こんなの飼ってて。こんなの飼っていいんすか。あ、待って、飼うわけじゃないのか。ペットじゃないもんね、これね。そうだ、これペットじゃないんだった。懐かない。襲ってくるかもしんないね。襲われる可能性出てきた、ワンちゃん、これ。そうだ、こいつペットじゃないんだわ。下に解き放ってみるか。下に解き放しますか。そうだって、こいつはペットじゃないんだったわ、そういえば。この人ペットじゃないんで、鶏がなんかやってるけど、ちょっと逃げようか、一旦逃げようか、襲ってくるかもしんないけどね。襲われんの？ワンって言ってるけど、ワンワン言ってるけど、動かないの？あ、でもガードヘルウルフだからガードしてくれんのかな、この人。ワオーン、ボス。あ、かっこいい、なんか。目光ってる。でもね、ゾンビじゃないんですか、君ね。なんかこの辺とかやばいけどね。この辺とかなんかおかしなことになってるけど。もう、ねえ。いかにもなんか、人造人間っぽいね、やっぱね。あ、なんかゾンビ来た？何？タイムズライフで撃たれたいのか？タイムズライフで撃たれたいんですかね。遠距離ダメージ240で撃たれたいのかな。ちょっと待って、お前逃げてくじゃん、こいつ。逃げないでくれるかな、ペットなのに、お前。みんな逃げてっちゃったのかな。あ、いた。すごいでしょ、これ。 AWM みたいな音するでしょ。ねえ。ただね、5発しか出ないんだけどね。そして角間がとかつかない。角間がつけようとしたんだけど、角間がつかなかったですね。うん、残念ながら5発固定みたいな。あそこにも誰か。あ、落ちてった、あいつ。何してんだよ、友蔵。どこ行った？友蔵。友蔵落ちたでしょ、今。あれ？上にいたペットとこいつ違うんだ。あれ？友蔵落ちていかなかった、今。友蔵とあの、ガードウルフ戦わせようか。おい。ヘイ、友蔵。こっちだ。こっちだ。ガードウルフと戦わせようぜ。お前、アオンアオン言ってるけど。あれ？何？何？死んでない？お前。え？死んでるじゃん。死んでない？なんか。そっち行けないけど。え？マジ？直せんの？これ。直せないよね。ああ、お亡くなりになったみたい。なんか、なぜか。なんか知らんけど、死んだみたい。戦ってる？友蔵どこ行ったの？あ、で、いたいた。おっす。あ、来た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 、行け行け行くんだ、ガードヘルウルフ。あ、倒した、強え。あ、倒した、あ、倒した、倒しました。ノーダメで倒した。やるな、お前。やるな、お前。これいいね。こういうのをさ、こういう番犬を解き放っといたらさ、あの、しょうもない雑魚ゾンビが来たって、こいつらがみんなやってくれるんじゃない？ねえ。
これは役に立つかもしれない。こいつ役に立つかもしれないね。この、この番犬は、なかなか優秀かもしれない。ひょっとしたら。ねえ。もうそろそろできてる？まだできてないか。これもまだできてない。そんなすぐにはできないね、やっぱね。そして、鶏はそろそろ、乳牛は餌あげたら卵産むんですかね。まあいいや、まあとりあえず、まあ、作ったということで活用1000回作ったんだなって言われそうだけどね。まあ作ったということで、まあなんとなくどんなものかは分かったみたいな感じですね。はい。まあこれで大体このモッドのやつやったかな。あとやってないのがね、昨日から言ってるメガクラッシュ欲しいって言ってたのは、あのクバの鎧を作りたいんだけど、クバの鎧を作るにはメガクラッシュがいるんですよ。なんとメガクラッシュがね、メガクラッシュ大量にいるんだよね。なんかだからメガクラッシュが欲しいって言ってたんですけど、まあなかなか集まらないからもういいか。そんな強そうな気もしないけど、しないしね。まあ、もうちょっとだけやってみる。もうちょっとだけやってみましょうか。アルファ20公開されるまでやる？いつ公開されるか分かんないんだけどね。本当だったら、当初の予定だったらもう公開されてるはずなんですけど、ちょっと延期になりました、なってましたからね。まあもうそろそろ、11月になったしね。もうそろそろ、あ、待って、調べるだって。嘘、取れんのこれ。取れる？あ、取れた、ミルク。やった。あ、そういう感じなんだ。ブチュって言ったけど。そしてこいつは餌いらないの。こいつは餌いらないみたい。優秀だね。優秀だね。ミルク工場だ、お前。何できんのこれで。チーズとかできんの。あー、そういうことね。ミルク、バター。へー。こいつ HP 出ないんだね。HP1000 だったような気がするけどね。死ぬかな、これ。まあいいか。まあいいか。じゃあ、とりあえず今日はこの辺にしておきましょう。また次回何やるか考えておきます。はい。ということで、じゃあ今回この辺にしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。大川さんでございました。またね。